ずはクリリンさんのところだな。カメハウスにいるといいけど。悟空も？本当かよ。悟空とはまた久しぶりじゃの。天下一武道会か。お、でも悟空やご飯やベジータが出るんじゃ絶対出場するべきですよ。5位まで賞金がもらえるらしいですよ。どれぐらいの賞金が出るんだ。優勝が1000万ゼニーで、2位が500万、3位300万。出場しろクリリン、私も出る。そうだな。パパとママ何か出るの？そうだよマーロン、頑張ってたくさんお金をもらってくるからね。はい、パパママ頑張ってね。よし、パパ頑張っちゃおうかな。おい、ピッコロには教えんなよ。俺が5位までに入る可能性が少なくなるから。いや、そういうわけにはいきませんよ。どうだお前、なんでそんなおかしなダサい格好してんだ。何言ってんですか、かっこいいのに。クリリンさんもセンスが鈍りましたね。じゃあ、じゃあな。クリリンさんには止められたけど、ピッコロさんにも教えないと。神様の神殿へ急ごう。カメハウスに誰かいるかな。よかろう。またな。ほほ。ほほ。さんも出てくれるかな。デンデはどうだ。よし、着いたぞ。そうか、それは確かに面白そうだな。でしょ。よし、出てみるか。デンデはどうする。いや、出ませんよ。僕は戦闘タイプのナメック星人じゃありませんから。ところでご飯、そのおかしな格好は一体なんだ。やだな、ピッコロさんまで。これかっこいいと思いませんか。わからん。それじゃ僕そろそろ帰りますね。ああ、それではまた。お父さんが一日だけでも帰ってきたらお母さん喜ぶだろうな。御殿は。僕の出場を許してくれるかな。どうせ出るなら優勝したいしな。そのためには学校休んでもっちり修行します。悟空さんが天下一武道会のためにあの世から帰ってくるって。そったらビッグニュース、なしてもっと早く言わねえんだよ。よかったな、御殿。弟一日だけ会えるってよ。ん？参っただな。俺だけ年食っちまってよ。あの世じゃ年食わねえんだろ。あの、お母さん、僕も出ちゃダメかな。優勝すると、
1000万ゼニーもらえるんだけど、2位でも500万。1000万ゼニー、出場しろごはんちゃん。おめえと悟空里で賞金1500万ゼニーももらえるんだべ。いや、まだ勝てると決まったわけじゃ。いや、必ずどっちかが優勝はするだよ。いや、天の恵みだべ。お父の財産も残り少なくなってどうしようと思ってたところだよ。お天、明日からの修行、兄ちゃんを手伝ってくれるか。うん。待たせたな、ごてん。まずは首手から始めようか。うん。とりあえずスーパーサイヤ人になっておくかな。よっ。よし、来い。兄ちゃんだけずるい。僕もスーパーサイヤ人にか。サイ、ごてん、お前、それ、いつ頃から。忘れちゃった。信じられない。でも、修行の相手としては最高だな。よし、始めるか。しておこう、ごてん。うん、わかった。
テンがスーパーサイヤ人になれたのは嬉しい誤算だった。おかげでそういえばもしかしてトランクス君もスーパーサイヤ人になれるのか。うん、そうだよ。に、兄ちゃん苦労したんだけどな。ま、まあ、いっか。今日はここまでにして帰ろう。うん。本当にデートに誘いに来たわけじゃねえべか。違うって言ってるでしょ。あ、やあ、よくここが分かったね。名簿を見れば簡単よ。それより空を飛ぶの教えてくれる約束でしょ。ああもちろん教えるよ。ふーん、おめえお礼だとか言ってごはんちゃんにエッチなことすんじゃねえだぞ。そんなことするわけないでしょ。いいだ。静かに修行したかったのに。やった浮いた。ちょっ、すごいじゃないか。たった一日で受けるようになったなんて。そうかしら。さっき弟さんは自由自在に飛び回ってたけど、ゴテンはもともと木のコントロールがバッチリできてたんだ。そこまでできればあとはどうってことないさ。すぐに飛び回れるようになるよ。また明日も来るわ。え？木のことをもっと知りたいわ。それとも私がいたら迷惑？いやそんなことはないけど。じゃあ明日ね。あ、そういえば何よ。ビーテルさんの髪の毛だけどもっと短くした方がいいと思うよ。え？ショートヘアの方がごはんくんの好み？え？いや好みとかじゃなくて、試合するんだったら短い方が有利だと思ってさ。うるさいわね、ほっといてよ。そんなこと私の勝手でしょ。お姉ちゃんなんで怒ってたの？わからない。さ、昨日の続き始めましょう。やっぱりわからない。無理をするな、トランクス。部屋から出て行った方がいい。お前にこの150倍の重力はとても無理だ。やっぱりこのままじゃつらいや。スーパーサイヤ人になろうと。何？楽ちん楽ちん。あいつ、いつから？冗談じゃない。伝説の戦士と言われたスーパーサイヤ人にこうもあっさりと。トランクス。はい。孫悟飯の弟もなれるのか、スーパーサイヤ人に。はい。まるでスーパーサイヤ人のバーゲンセールだな。どうなってやがるんだ、まったく。
やっぱりビーデルさんはただものではなく、10日ほどでかなり自由自在に飛べるようになった。おかげで僕たちはやっと御殿と2人だけで本格的な修行に入ることができた。お父さんもやってくる。天下一武道会の日は近い。天下一武道会も間近に迫り、それぞれの出場予定選手たちは修行の最後の仕上げに精を出していた。よし。そしていよいよ始まった。本当に久しぶりの天下一武道会が。とうとう天下一武道会の日が来ちゃったな。武道会も楽しみだけど、お父さんと久しぶりに会えるのはもっと楽しみだな。あれから僕も大きくなった。驚くだろうな。天下一武道会で戦うのってやっぱり特別な感じがするな。お、盛り上がってるみたいだな。武道会では僕って忘れ物はなかったっけ？準備をジータさんにも言っておかないと。大丈夫だ。あ、いたいた。ご飯、遅かったじゃないか。すみません。ところで、すごい人ですね。ほんとね。ああ、鬱陶しい。ミスターサタンだ。ミスターサタンがついたらしいぞ。ミスターサタンか。地球を救ったヒーローのお出ましらしいぞ。
全世界のサタンファンの諸君、お待たせ。すごい人気なのね。あ、ピッコロさんだ。ピッコロさん、お父さん見ませんでしたか？ああ、見ていない。しかしお前、そんな格好で出る気か、ご飯。どうしたんだべか、悟空さは。もう選手の控室に行ってるだべか。へへ、よほう。波乱の天下一武道会、魔導士バビディの暗躍。孫、おい、結構変わっちまったかな、みんな。でも元気だったか。悟空さん、よう帰ってきたの。孫くん、悟空、お父さん。ゴテン、お父さんだぞ。わあ、そっくりだと思ったらオラの子か。なんだゴテン、おめえ恥ずかしいのけ。ゴテンか、いい名前だな。いやー、24時間じゃぞ、よいな。ありがとう、占いババア。それじゃ、私たちはここまでね。みんな、ほどほどにね。はい、それじゃ、行ってきます。なあ、ゴテン、ちょっとこの辺りを探索しようぜ。面白そうだね、行こう行こう。よし、ゴテン、あっちを見てみようぜ。も出てるし面白そう。あ、トランクスくんいた。あ、ゴテン、見ろよ、いろんな屋台が出てるぜ。うん、お母さんに何か買ってもらおうかな。そうだな、まずは一通り見てから決めようぜ。うん、そしや。お、あっちはなんだ。あ、待ってよ。やっぱ俺たちも早くみんなと戦いたいよな。兄ちゃんとベジータおじさんには勝てないけどね。まあ、大きくなったら勝てるさ。多分、あっちを見てみようぜ。やばい、ママたちが俺たちのこと探してるみたいだ。怒ってたら
屋台でいろいろ買ってもらえなくなっちゃうよ。よし、迷子になってたことにしようぜ。俺、御殿を探してたことにするから。僕が迷子になるの？しょうがないだろ、年上の俺が探してた方がそれっぽいし。じゃあな、御殿。あ、もうずるいよ、トランクスくん。やっと会えたな。うん、僕ちょっとトランクス君とはぐれちゃって。そんなこと言って、二人でその辺の屋台とか見て歩いてたんでしょう。え、どうしバカ、ゴテン言うなって。やっぱりそうだか、ゴテンちゃん、嘘はダメだべ。そうよ、トランクス、あんたも年上なんだからフラフラしないの。ごめんなさい。じゃあそろそろ試合会場に行きましょうか。だな、これ以上遅くなったら席がなくなっちまうべ。ゴテンちゃん、いいだな。うん、わかった。しょうがない、早く。二人ともフラフラとうろついて、もう勝手にうろうろしちゃ危ないわよ。もうすぐ試合が始まるから、この先の…お集まりの皆さん、それではただいまより天下一武道会の予選を始めます。今大会の参加者数は例年より多くなっております。その中で出場できるのは予選を勝ち抜いたわずか16名の選手ですが、チャンピオンであるミスターサタン氏は無条件で出場できることになっておりますので、残る15名をただいまから選ばせていただきます。例によって予選は公正を期すため、パンチマシンを使って行います。パンチマシンの数値の高い順に15名までが予選を通過できます。パンチマシン、なんだそりゃ。果たしてチャンピオンであるミスターサタンの数値を超える選手が現れるのか、期待してまいりましょう。それでは天下一武道会予選を開始いたします。みんな予選突破できてよかったですね。ま、楽勝だったな。ん？こんにちは。あなたが孫悟空さんですね。なぜオラのことを？噂を聞いたことがありましてね。ぜひ握手だけでも。あ、よろしく。なるほど、噂通りいい魂をお持ちだ。え？では失礼します。な
何者だ、孫。わかんねえ。だが、オラたちだけが楽勝の試合じゃなくなったっていうことは間違いねえだろうな。あの二人芸は大したことはなさそうだが。なんだあいつら、目つき悪いな。力減りすぎてんじゃねえか。かくして始まった天下一武道会。抽選の結果、 Z 戦士たちはうまくだが、1回戦の第6試合では悟空とベジータがいきなりぶつかるという波乱の抽選結果となった。そして1回戦が始まり、第1試合はクリリンがあっさりと勝ち抜きを決めた。続いて第2試合はピッコロと謎の少年シンの対戦となった。しかし、どうしてだ、こいつとはなぜか戦いにくい。初めて会ったやつなのに、何者なのだ。一体こいつは。そのうちわかりますよ。でも今はゲームを楽しみましょう。すまない、危険する。あの、危険って戦わないんですか。そうだ。そうか、彼は元この星の神。なんとなく私のことを感づき始めているのかも。ではどんどん行きましょう。次はフィーデル選手対スポポビッチ選手。間違っているかもしれんが、あんたはまさか。何でしょうか。まさか大海王様では。いいえ、違いますよ。海王神様だ。海王神。一応黙っていてください。今は知られたくありませんから。4人の海王様の頂点に立つ大海王様、さらにその上に海王様たちの神がいるという噂を聞いたことはあったが。どうしたピッコロ、あいつがなんか生意気言いやがったんか。ビシッと文句言ってきてやろうか。よせ。何も言うな、頼む。何も言うなよ。え、その続く第3試合でビーデルはスポポビッチと戦っていた。実力は相手を完全に上回っていたビーデルだったが、異常なタフさを見せるスポポビッチに追い詰められていく。やつは自分の能力をはるかに超えた力を持ってしまってるらしい。わかんねえ、どういうことだ。あの野郎、もう十分頑張った。降参しろ、降参するんだビーデルさん。いやだ、絶対降参なんか。おのれ、もう許さんぞ。あのクソ野郎。おい、それまずいぞ。落ち着け、ご飯。嫌だ。お遊びはそこまでにしろ、スポポビッチ。我々のするべきことはこんなことではないはずだ。さっさと勝ってしまえ。
場外スポポビッチ選手の勝ちです。ビデルさん、スポポビッチ、許さないぞ貴様だけは。分かったな。担架を呼びましょう。いえ、僕が運びます。あいつをやっつけて。次の試合で勝てば2回戦目はあいつと当たる。わ、先頭取ってきたぞ。よかった。ビーデルさん、騙されたと思ってこの豆食べてみて。あなたのことだから、きっと何か不思議なことが起こるんでしょう。もう大丈夫。でもしばらくここで休んでた方がいいと思う。ありがとう、ごはんくん。じゃ、みんな待ってるから。頑張ってね、ごはんくん。続いて始まった第4試合、ごはんはキビトと対峙していた。スーパーサイヤ人とやらになるのだ。もしもの場合、本当に私たちの助けとなるのか試してみたい。え、どうしてスーパーサイヤ人のことをそれに助けになるのかって。そのことはいずれすぐわかる。まずはスーパーサイヤ人の実力を見たいのだ。冗談じゃないですよ。こんなみんなの前でスーパーサイヤ人になんて。なんだよ、なんか話してんな。スーパーサイヤ人になれってさ、あいつ。ごはん！ピッコロさん、なんでピッコロ、なんかあるんか？何かはわからない。だがごはんさんを利用させていただきます。申し訳ありません。そして皆さんはこれから何が起こってもしばらく動かないでいただきたいのです。どうかよろしく。何？どういうことだ？わけのわからない奴の言うことなど危険。正体を言え。このお方は海王神様だ。すべての海王様たちの神だ。ああ、聞いたことあるぞ。海王様から。海王神。おめが海王神様か。じゃあ、あんたの希望通りなりますよ。なんでかは知らないけれど、スーパーサイヤ人、おまけにさらにその壁を越えたスーパーサイヤ人にまでなってあげましょうか。何？さらに壁を？つらっ！凄まじいエネルギー、あいつだ。変身したご飯くんが。まさか
いただくぞ、あのエネルギーを。しっかり抑えろよ、スポポビッチ。うん。来た。なんだ貴様ら。よし、目いっぱいエネルギーは吸い込んだ。行くぞ。まだです。まだ何もしないで。大丈夫。孫悟飯さんはキビトがすぐ元に戻します。これからあの二人に気づかれないようこっそり後をつけます。もしよろしければ私と一緒にあなたたちも来てください。とても助かります。どうするよ、悟空。ほら、ついていくさ。あの海王神様が助かるっつってんだからよ。それにこうなったわけを絶対知りてえかんな。じゃあ俺も行こうかな。ふざけるな、カカロット。俺たちの対決はどうなったんだ。でもよ、今それどこじゃねえんじゃねえか。ごまかすな。俺は海王神だかなんだか知らないが、あんな奴のことなんかどうでもいい。貴様と一対一の決着をつけたいだけだ。そのためにこんなくだらない大会にまで来たんだぞ。わかった、あった。天下一武道会じゃなくても後で絶対試合してやっか。腐ったれ。貴様は一日しかこの世界にいられないんだろう。だったらおめえもついてこいよ。向こうでやろうぜ。行くぞ。ご飯のこと任せて本当にいいんだな。大丈夫だ。孫ご飯を回復させたらすぐに私も行く。多分孫ご飯も行くと思う。くそ。おい、やはり来ていただけましたね。助かります。あなたたちの力も借りなければおそらく勝てない。勝てねえってあんな二人にか。いいえ、あの二人はただ利用されているだけです。ずる賢い魔導士に。魔導士。はい。地球ではやっと人類が二本の足で歩き始めたほどの昔、宇宙の彼方にビビディという極悪な魔導士がいました。ある日ビビディは偶然からとんでもない怪物を作り出してしまいました。ブーというとてつもなく恐ろしい魔人です。たった数年で何百という星が死の星に変えられてしまいました。魔人ブーの凄まじさは作ったビビディですら手を焼くほどでした。魔人ブーを一時的に封印して動けなくしておいたくらいです。その隙にビビディを倒すことができたのですが、魔導士ビビディには子供がいたのです。親と同じ邪心を持った魔導士バビディが。もういいぞ、孫悟飯。治ってる。一緒に来るがいい。何もかも話してやろう。私も一緒に行っていい？いっぱいあるの、知りたいことが。お願い。うん。危なくなったら絶対逃げるって約束できる？うん。わかった。行こう。魔人ブーですか。なるほど、そんなことが。
でもスポポビッチとヤムーは何のために武道会に。長い間封じ込められていた魔人ブーをよみがえらせるためには汚れていない巨大なエネルギーが必要らしい。そこで武道会にあの二人をよこしたのだ。それよりこのスピードでは追いつけない。もう少しスピードを上げるぞ。私にはこれ以上は無理よ。やっぱり帰った方がいいよ。想像よりずっとヤバそうだ。そうするしかなさそうね。残念だけど。でもこれで分かったわ。セルを倒したのは私のパパじゃないわ。あなたたちね。それはやっぱり私だってどう考えてもちょっと変だなって思ってたんだから、これでスッキリしたわ。頑張ってね、ごはんくん。魔導士バビリーってやつを倒してみんなを助けて。うん。死なないでね、ごはんくん。無事帰ってこられたらデートとかしたいから。もういいか。では海王神様たちに追いつくぞ。はい、すみませんでした。バビディ、どんなやつだろう。